ああ。なんか最初のちっちゃかったですよね。思ったよりよかった。自分的にはこの曲が一番難関だから。そうですね。ものすごい口ばっか寄ってたよ。これぐらい。なんで？本当だもん。やめてください。なんか大丈夫？なんか汚いのついてない？うん、チョコはついてなかった。チョコ食べてないの？なんかコメントを。順調です。順調っていうか適当って言っていいのどうなの？遅くなりました。すいません、別トラックで、丸ごと聞きながらもう一回撮らせてください、別。了解です。いや、だ取り直そうよ。うん。はい。あ、いいですか。あ、頭から。うん。はい。ギターソロ最後のダダダダダダダがかなり揺れたような。あもうどうにも合わなくなって。これが赤松の歌詞カードである。英語をそのまま歌うと発音が変わってしまうので、原曲に一番近い発音を書き込んでいるのだ。自分の歌を聞き直し、気になったところにチェックを入れていく。あまり取り直しをしないドラムのジンジンが2ミニッツ2ミッドナイトを最初からもう一度取り直したいと言い、一人でレコーディングブースに入っていった。なのにスティック回してた。カメラを意識したのかな。はい、今撮られてるので絶対知ってますよ。
次の曲はチャコールフィルターのコミュニケーション。6曲の中で唯一日本語の曲である。最後が思い通りにいかないようだ。完成。